二人パパシェラ。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日は息子くんの6歳誕生日1日ルーティーン。去年の誕生日とは打って変わってまったり過ごす春の1日。スウェーデンでは恒例の朝の儀式に大量のプレゼントは全部でいくつ？スウェーデンではマイナーだけど日本で人気のあるあのスポーツグッズで遊びます。散歩に夕食フィーカまでまるっと1日ご覧に入れます。それでは行きましょう。息子くんのプレゼントいくつもらった？スウェーデンの6歳誕生日1日ルーティーン。4月の北スウェーデン、まだまだ寝雪が残っていますが、輝く太陽とその雪の反射で眩しい季節。2人パパが朝から何か準備をしています。今日は息子くんの誕生日。スウェーデンではお決まりの朝のお祝いから始まりますよ。いくよ、せーの。やも晴れば、やも晴れば、今日も晴れはウティフンジャーでおる。やびすか晴れば、やびすか晴れば、やびすか晴れはウティフンジャーでおる。グラティス。ヒピッ。いや、フラー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 。スカイブローさ。おめでとう。おめでとう。ミッハイコムラン。グラッセ先生。わーお。昨年のお誕生日会は家族だけで行いましたが、今年はコロナの規制も一切ないため、お友達をたくさん誘い、みんなが集まりやすい別の日にお誕生日会をすることに。なので、当日のこの日は家族でまったり一日を過ごす予定。朝のうちに2人のパパからのプレゼントを渡してしまいます。やばい、髪の毛やばい。ということで1個目はこちら。これ何だった？忘れた。でもこれどこでやったんだっけ？アメリカでやったね。ベースボールだね。去年アメリカに滞在していた時、キッズクラブに通い、そこで教えてもらった野球。野球上手にできたよといつも楽しく話してくれていたので、おもちゃのバットとボールをプレゼント。そしてお次は、こちらは人体の秘密がわかる図鑑。これは水泳教室でもらえるバッジを集めて飾ることができるボードに、前から欲しかったシュノーケルとゴーグルのセット。そして今ミツパッパが取り出したのは特製のフォトブック。前年の誕生日からの1年分の写真をまとめたもので、毎年誕生日に合わせ作成しています。これを1個先生した時、これ。そうだね。そうだ、ね、カメラ線長かったね。けど僕今見たくない。あ、でももう一つあった。よかったね。ミスパパ、前から欲しかったビー玉、リカパパもミツパパもそれぞれ買ってたので2袋になっちゃいました。おめでとう、グラッティス。6歳だね。さあ、まずは朝ごはんを食べて腹ごしらえしたら、お外でいっぱい遊びますよ。ふたりパパ。そして朝ごはん。じゃあ、誕生日おめでとうの朝。ねえ。誕生日おめでとう。ねえ。いただきます。寝起きに出したチョコマフィンは、この前日の夜にミツパッパが焼いておいたもの。これをみんなでいただきます。あ、ニミーケバブスティアラ。何？ヨエルアンティロボテ。
とにかく嬉しくてテンションの高い息子くん、誕生日だものね。ということで、この元気のままお外へと飛び出しましょう。どうですか？パパがやるから。おお、ブラーと、いきなり打った息子くんですが、この後残念、三振ということで、次はリカパッパの番。おお、ホームラン。お隣まで行っちゃってました。そして次はミツパッパ。イエス、はい、パッパたちに対抗心を燃やす息子くんは、ほんの少しご立腹。それ自分でやるのは難しいね。やらかしたおったけど。でも息子くん、諦めずに練習するみたい。お、ちゃんと見てるね、ボールを。おお、当たった。おお、おお、ちゃんと当たったね。とまあ思ったようにできず、フラストレーションが高くなった時もあったけど、この練習のおかげで午後の野球ではすごい結果が出たんですよ。ただひとまずここは一旦練習終了、近所をお散歩することに。バイクもな、いないよ。車いないね。早い。お天気もよく、冬はスキーで滑っていた道も雪はすっかり溶けました。冬の間はできなかった大好きなキックボードでお散歩です。ミスパパ、何？あそこの辺に何に行くよ。ここ？うん。あー、ミスパパ落ちる。あー、落ちた。イエーイ。何？止まれる？なんでかわかる？なんで？これはこの揺れは、ああ止まる。その揺れてないと行けられない。どこも行けられない。オッケー。だからブレーキは後ろ。あは、だからそこを押さえると止まっちゃうってことね。うん、だからタイヤをなくなるみたいに。なくなるみたいに。オッケー。そこ気をつけてよ。6歳になり、親からの距離が少しずつ離れていってるなと感じられるお散歩でした。僕勝った。そうだね。うん、けど君の方が早かったね。うん、けど今はもう一回サードする。もう一回やるの？いいよ、じゃあもう一周。 OK、 よいどん。そうして近所をぐるぐるお散歩した後、お家へ戻った2人。なんだかベーキングの準備しているみたい。何を焼くんでしょうか。ふたりパパ、ちょっとカメラの前でさ、鼻くそ不自由でやめてくんない？Stop the presses! この日は後でファルモルとファルファラが来て夕食を一緒に食べる予定。ハンバーガー用のバンズを焼こうとしています。といってもすでに粉が混ぜてあって、バターとイーストと水を混ぜればできる粉を使います。それは、あ、卵今いらないと思う。あ、出しといた方がいい。それはブリーズスのようにいい動画だったら。そうだね。じゃあバッテンを 1.75 デシリットルだからできるかな。そこは数字が書いてないから分かるかな。
ベーキングするって言うとすぐに寄ってくる息子くん。上手にお水測れたかな？見せて。あ、ちゃんとできたね、175。あそこなんかね、塩入れる。塩は入れない。全部入れて。このパン、説明書通り混ぜるだけでできるのでとても簡単。イーストと水を混ぜ、そこに粉を入れ、溶かしたバターを入れ、よくこねます。まずは最初の君やって、じゃあグニュグニュグニュってやって。そう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 、わめっちゃ上手じゃん。そうそうそう、うわー、僕はもっと食べたい、もっともっともっと食べたい、もっと持ってても一緒にこねこねしちゃおう。あ痛くなかった。ちょっとどいてもらっていいですか？なんで、もう一回やって。痛いでしょ？痛いけど楽しい。痛いけど楽しい。だいぶ。ほんと？ほんと？今ハンバーグやる？まだまだ。でこんな大きなハンバーグやるよ。アルミンでくのうでするよ。アルミンストックしたい？したくない。こねたら30分ほど発酵させるので、その間にランチを済ませましょう。この日は前日の残りの豚丼。いただきます。いただきます。いただきます。ちょっとスプーンが入れてるかも。ちょっと中毒になっちゃった。けどベーコンプリースだけだったの。パパたちはキャベツあるよ。そっぱは、そっぱ入れる。そっぱベーコンリース。息子くんはつゆだくんがお好みということが判明したのですが、ランチの後、息子くんの大好きな人たちが来てくれました。ふたりパパ、なに、パルモルとファルファル来た。オッケー。わハデフォトノンメール。おはらや、アプルリテソッカリプセン。おかるそん。ということで、ファルモルとファルファルがプレゼントを持ってきてくれました。ヨブレヨブレウォールアデナシュークミンヨパパソルコレパラコーダイヤタキゴールはルンセクソーマニダーケルセクソーヨーデはイドーペシーリシーヨブリミルストーダーストーダーアルプです。またまたプレゼントをもらった息子くん、一体何が入っているのでしょうか。わぁ、エフォーボール。これはリッチフォーボールを使っているとこだ。ホールリーグさま、ホールリーグ、ホールリーグさんだ。まあ、ホールリーグできてやん。もう一つ開ける。そして、もう一つがカフェレーゴ。カフェレーゴ、すごいシャトルだよ。カフェシャトルじゃない、これオーディオだね。ビッグアンスね、えでルームでせよいぶりぶぐるぱえんどんおくどぅどぅそりぎらりえごやかんやかてんどぅすかおすてやつめいかんぷどぅおい。ちょうどファルモルたちが来る前に成形して休ませて、オーブンに入れておいたパンが焼き上がりました。うん、いい感じ。そして準備できた、準備できた、オッケー。息子くんが何かサンタみたいに袋を担いでいます。ファルモルとファルファルに何かあげるみたい。ティファルファルファルモル。朝、息子くんにも渡した今年のフォトブック、実は毎年5冊作り、日本とスウェーデンのファルモルファルファル両方にと、アメリカにいるステファニー、そして卵子提供者さんに同じものを送っています。そしてまた朝のチョコマフィンの残りでフィーカタイムをすると、なんと今度はファルモルとファルファルも野球に参戦。なかなか白熱した試合になりましたよ。
二人パパ。ストライク。ということでみんなで裏庭にやってきました。といってもまだ雪がいっぱいなのでバルコニーの下のテラスでプレイボール。さあここで息子くんが本領発揮です。おいすごい。おい。おい。ファッソドゥクテ。おい。おい。おお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 。おい。おお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 。実際少し空振りした時もありましたが打率8割ぐらいだったと思います。そして次はファルファルの番。あネスタン。おっネスタン。ねえやめてばっか。おあでホームラン。ファルファルなかなかの現役感。来年には喜寿を迎えますが趣味の大工仕事に精を出しているおかげでしょうかまだまだ元気です。そしてここでファルモルも挑戦です。おおヘイ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 おいぬぁるぬぁるぬぁるめいやってブラーなにみつパパなぁいっぱいごくしょさあ、一番大人げない人が出てきました。いっぱいねぇいっぱいじゃあ、言って、トーパイねぇい、エルバエルバエルバおそくせ、トールビルドせーはんで見る。ああ、やるばもして、みんなめっぽっぽい。スウェーデンでは野球は全然メジャーではなく、一緒にやってくれる友達がいるかわかりませんが、今度日本に行ったらプロ野球を見に連れて行ってあげたいなと思うほど大興奮で楽しかったようです。そして体を動かした後は夕食の時間。ふたりパパ。ねえ、むしパパ。何？あなた、それはハンバリエの肉、あなた、ぼうかした？そうね、グリラしてるね。ぼうかしたと思った。まあ、ガンオクグリラ、いいよね。うん。デフェンスオーリカ、ファンクションね。ようやく夕食の時間。バースデーディナーというほど豪華ではありませんが、いつものハンバーガーも焼きたてのバンズとパティでちょっと特別感。息子くんはケチャップだけでいただきますが、大人はそれぞれお好みのものを一緒にいただきます。バーディナーでミートコーメケチャップそれにマーマドルクランティアラバルムコールパークですアンダーガンスタブローアクハンブリアンのルーカンサッタルコーハンブリアンいや、ルーカンベリアンおすぎたもん彼女、オムズビルエイトメイ、ニッケあれ、ゴッツいや、いや、ゴー思いのほか分厚くなってかぶりつくのが大変でしたが息子くんも大満足の美味しいハンバーガーになりました。なっ、いつんでフェンモードハッツビパーティーハッツビハッツビハッツビハッHey, jag är nästan som en lord. På fast det står, när är det min? Är det din? Och jag är på party. Jaha, är fågeln på party? Jag är en fågel. Jag är en vålen sig.
En varelse. Mm-hmm. En varelse. Och du tycker om varelsen med sådana möjligheter? Snart har ni ju bort det. Det här är utvecklingen med frågan. Är det utvecklingen?6歳になってますます表現力が増している様子の息子くんなのでした。そして夕食の後もう一つ内緒のプレゼントが待っていたのです。食後のリビングルーム、みんなでまったりしているとリカパッパが何かゴソゴソしています。何するのリカパパ。あ、なんかマインクラフトが買えるかをチェックします。そうだよ。どこで覚えてきたのか知りませんが、前からずっとやりたかったというマインクラフト。クリスマスにはスイッチと数本のソフトをトムテにもらってからは特にソフトを追加してなかったので、今回オンラインでダウンロードすることに。もう興奮が止まりません。近い近い。ダウンロードする時間が待ちきれない様子でしたが、とうとうダウンロード終了。最初はリカパッパと一緒にやり方を覚えていくみたい。でもそろそろファルモルたちは帰る時間。帰るぞ。その間も息子くんはすっかりマインクラフトに夢中。うまくできないイライラもあったみたいですが、とにかく楽しかったみたいです。そしてあっという間に寝る時間となったら、ふたりパパ。Det är också vissa grejer. Till exempel så i skallen, benet i huvudet, skallens ben skyddar vad då för någonting?いつもはどちらかのパッパが息子くんのベッドで読み聞かせをするのですが、今日はバースデーボーイのご要望にお応えし、二人のパッパに挟まれて今日もらったばかりの本を読むことに。あそこにあるもんってビアン。これもあるでしょ。で、スープとラーゲンスオリーカ。ああ、君オランソース。インテロパ。君がいオランソース。や。ブラキス必要？パパ二人もいるのに。うん、手が欲しい。ブラキス、お水食べられない。でかパパももうちょっとそっち行ってもらってもいいですか？今日は。じゃあ天気消してね。はい。親としては一人で寝られるようにとも思うのですが、もしかしたらパパたちの方がまだ一緒に寝たいのかもしれません。誕生日おめでとう。なんださあ、今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ごきげんよう。ごなっと。